2021年夏、想像を超えたアニメーション映画「未開の境地」へ、細田守最新作「竜とそばかすの姫」がついにたどり着く。映画の公開に向けて最新作が作り上げられていくプロセスを楽しもう。あなたのいない未来は想像したくない。今作で描かれるのはインターネット空間の仮想世界 U と主人公鈴が住む現実世界。これまで日本のさまざまな場所を舞台に作品を作り続けてきた細田監督。今回「竜とそばかすの姫」の舞台は高知県。なぜ高知県を舞台に選んだのでしょうか。まずね、なんで高知にしたかっていうと、一つあるのはね、川が美しいことなんですよね。細田監督はさまざまな場所でロケハンを行う中、雄大な自然と美しい川に惹かれ、舞台を高知県に選んだといいます。今回メインの舞台にしてる川が2つあって、そのうちの1個が仁淀川っていう青い色をした美しい川で、仁淀ブルーっていうね、最近はすごくだんだん目にするようになってきましたよね。あともう1個はやっぱ鏡川っていうね、町を流れる、町中高知の市内を流れる川もやっぱりそのちゃんと川とともにある町だなっていうね、川っていうのを一つモチーフにしようっていうふうにね思ったのは、川っていうのは、ね、単に流れてて美しいとかっていうだけじゃなくて、結構生と死があるっていうか、美しいだけじゃなくて、そこにはやっぱりあの生と死が同時に、まあ、あるとなんてことを思ったんで、その川を舞台にしよう、でその川がある高知を舞台にしようっていうことに、まあ、なったっていうことですね。その高知県の自然や川はどのように描かれていくのでしょう。実際に風景を描くのは背景美術のスタッフ。細田監督と世界観やイメージを共有しながら作り上げていきます。だからやっぱりさ、ここってやっぱりそのリアルってだけじゃなくて、こういうような一種の演劇的空間、リアルであり非現実感みたいな、すごいいいバランスですよね。観客が感情移入できる描写をするのが背景美術。現場の写真や実際に目にしたものをもとに、自然の風景や家屋などあらゆる背景を細かく描いていきます。左から2番目の上から2番目の山ありますよね、はいはいはい、山が今回は結構鬼門だから、大きさと密度感と、でも遠くにあるものっていうものを表現するのがなかなかこれは難しかったですね。まあ、よく見てもらうと分かるんですけど、こういうタッチをこう乗せて、よく見るとちゃんと絵になっているという感じ。場所が高知っていうのがあるので、現実感っていうんですかね、嘘になっちゃいけないっていうか、かといってじゃあ写真でいいじゃんってなっちゃわないように、絵としても見えなきゃいけないし、今回目指してるのは描き絵の表現というよりは、もっと踏み込んだところまで行こうというところまで来ているので。中でも川を描くのはとても苦労したといいます。今こういう写真がありますので、でこれ波が立ってて見づらいんだけど、元凪の時はかなりはっきり見える。逆にここは絵っぽくしてほしいとかっていうような細かな指示がいただけるので、書き出すとそんなに迷いはないんですけども、結構でも大変ですね、やっぱりね。スタッフの思いが詰まった美しい高知の景色にも注目です。